院内集会ご参加の方、あるいは衆議院第2でのですね、抗議行動に参加された方はですね、水色のですね、A4 の紙をですね、お渡ししたかと思います。で、まだ持ってないって方もいらっしゃると思うんですけど、南部まだ少しだけ残ってますので、集会終わったらですね、ちょっと私を足元の方にちょっと用意はしてますので、受け取っていただければと思いますけれども、ホームページはですね、Twitter、さまざま、インターネット上ではお流しはしているんですけれども、また、あるいはですね、電話いただき、事務局の方にお電話いただければお答えもしますけれども、これですね。はい。で、予定をですね、ちょっとお話しさせていただきます。今日はですね、26日ということで、今、官邸前の行動を行っていますけれども、さらにですね、明日6月27日朝9時半からですね、官邸前緊急行動ということで呼びかけをさせていただいてます。なぜ9時半かというとですね、10時から、通例10時からですね、閣議というのは行われています。ですから、その閣議をですね、迎え撃って私たちの意思を示すということで、9時半から、10時半過ぎまで、頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それからですね、今ですね、安倍政権が狙っているのは7月1日の閣議決定ということをお話をさせていただいたと思いますけれども、それを絶対許さないということで、戦争説明責任委員会としては6月30日にもですね、夜7時半から、官邸前での行動ということで呼びかけをしています。実はですね、6時半、18時半からですね、会食で救助を壊すな実行委員会の方々もですね、呼びかけでやっていますので、その方々が1時間やってそのマイクを引き継いで私たちをやると、だから共同してですね、行動を進めていきますので、いずれにしてもですね、この時間帯に来れば、誰かがですね、その絶対、閣議決定阻止するぞという声を上げていると思いますので、ぜひ、官邸前にも集まってほしいと思います。これが6月30日です。それからですね、7月1日の、朝9時半から、またこれ閣議を迎え撃つということで、この、緊急行動を行います。これもですね、いろんな、実行委員会、救助壊すの実行委員会ともですね、共同に、行ってきますので、多くの皆さん集まってほしいと思います。この7月1日がですね、本当に今、かなりの焦点になっていますので、6月30日と7月1日は相当な、集まりがですね、できていきたいなというふうに思っています。で、私たちはまたですね、7月1日のですね、夜といってもですね、また17時からなんですけれども、衆議院第一の大会議室を取りましたので、ここではですね、憲法学者の清水さんがですね、何がおかしいかということをですね、もう一回お話ししてくれると思いますので、この院内集会をやって、それからまたですね、国会周辺の夜の行動になると思います。閣議決定ができてなければ絶対許さんぞって話でもありますし、されていればですね、絶対これもね、認めないぞ、絶対にこんな、憲法破壊を許さんと、絶対これからのですね、法律改悪をですね、許さず阻止してですね、この集団的自衛権行使容認してもですね、絶対に、一人たりともですね、この戦争協力をさせないぞということで頑張っていかなければならないと思うので、ぜひ7月1日も一日中行動があると思いますが、ぜひ集まってほしいと思います。それからですね、7月7日、7月3日、木曜日です。これもですね、閣議決定されていなければ、閣議金曜日の前日の、夜ということになりますね。ここでもかなりの、戦いが必要だと思います。これはですね、政領会館といって、この、右手に見えます、議員会館の裏側にですね、日比谷高校って、都立日比谷高校ってあると思うんですけど、そこの同窓会の建物がありますので、そこはですね、400人以上入るホールです。大きいところなので、そこをお借りしました。で、そこでですね、今度は高橋哲也さん、東京大学の高橋哲也さんにお話をいただいて、その後また、官邸前の行動に出たいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。それから、7月4日、これはですね、安倍政権が狙っている、その安倍首相のオーストラリア外遊、こんな都合で左右されてもね、困るんですけど、民会からその海外行っちゃうので、なんとか4日にしたい、4日までにしたいというですね、呆れた理由なんですが、その4日もですね、行動を組みたいと思います。ただ、閣議決定がされていたら、ちょっと規模は小さくなるというかですね、中止という形になるかもしれませんが、いずれにしても私はここにいますので、安倍政権弾劾というかですね、絶対予算、お前、全面的に私たちは対決する大きな運動を作るぞということで頑張っていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。それからですね、7月31日
規模を一応集会を先に入れさせていただきました。今後のですね、さらに戦いを続けますと言いましたけれども、秋の国会もこれ臨時国会もすごい戦いをしなきゃいけないと思ってます。そうしたですね、景気も含めて、明治大学の法学部の教授で、上田一郎さんというですね、憲法学の、すごい有名な方がいらっしゃいます。この方にですね、これちょっと場所が、遠くなっちゃうんですけど、日比谷公園に日比谷図書館ってありますよね。日比谷図書文化館っていうのがあるんですけど、そこのホールをとりあえず押さえてますので、そこで今後の定期も含めて、やっていきたいと思いますので、こういった一連の行動を定期しています。これホームページにも上げてありますので、ぜひご覧になってください。ぜひよろしくお願いします。今後、そういう様々な行動様々な行動をですね、組んでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。